はい、どうもピアです。今日はですね、道志村にありますウッツマンキャンプグラウンドというところに来ておりまして、2回目なんですけど、だいぶ施設が変わってますと。常設テントできたりとか、シャワーができたりとか、前からかなりバージョンアップしてるってことなんで、詳しくレポートしていきたいなと思います。今日はですね、ピーヤチャンネル撮影チームの皆さん、後ろでね、僕の撮影を見ていただいているような感じです。よろしくお願いします。場内マップ撮影見ていきたいんですけど、僕らが今いるのが管理棟の向かい側、この辺にいますね今僕は。じゃあまずこっちの常設テントのかまぼこテントまで見に行きます。でそこからこう戻ってきて、ここに川のソロサイト2サイトぐらいできたらしいんで、見てで戻って、でこう行って施設見て、最後こっちのソロテント行って締めくくりたいなと思います。で、まあ、景色とか雰囲気とかはね、こう、大体この画角広い感じで伝えていけば伝わると思うんですけど、で、道志川沿いなんですよね。あれ見ていただけると、ああいう感じで川が流れてますと。なんで、すごい川の音も入ってきます。なんで、こういう感じですごい綺麗な川が流れてるんで、こういうのもまた魅力ですよね。今から行くかまぼこテントは、なんかね、食材も持ってこなくて、すべて手ぶらで行けるプランらしいんで、テント持ってない初心者の方とかはとてもいいんじゃないかなと思います。で、今撮影してるのが、今日11月の半ばぐらいなんですけど、この辺り標高が700ぐらい確かあったんで、かなり冷え込んでますね。今10度ぐらいです。でこれがトイレです。多分専用のトイレだと思うんですけど、ちょっと見てみたいと思います。こんな感じです。めちゃめちゃ綺麗ですね。かなり綺麗です。清潔感もあっていい感じだなと思います。すごい、多分この辺のスペースは自由に使っていいですよって感じだと思うんで、いいですね。かなり広くて、あ、こっちから行けますね。すごいですね。なんかあっちの感じとかも川が流れてて、川の音もすごい入ってくるんで、めちゃめちゃキャンプ感じられる感じですね。この辺ちょっとこう柵とかがないんで、子連れの方とかはちょっと気にしなきゃいけないかなと思います。なんですけどすごく自然が感じられるような場所なんで、いいんじゃないですかね。中見てみましょうか。で、ピーヤチャンネル今その、キャンプ場作りみたいなことも始めようと思っていて、こういった常設テントをね、どういう風にしようかみたいなことを常にこう考えながら見てるんですけど、これすごいんですよね。これで、ロープにつないで、空中なんですよ。このタイプは初めてですね。これはすごいっすね。おー、すごいっすね。お家ですね。多分電気がつながってるから、電気ヒーターで暖かいんじゃないかなと思います。今ベッド2台ありますけど、多分いろんなプランでできるんじゃないかなと思います。なんかこのグランピングもただこうテントが張られてるとかじゃなくて、庭スペースのエリアも使えるっていうのが結構僕は魅力かなと思います。あ、この辺が森のソロサイトですね。さっきのは森の巣って場所ですね。この辺森のソロサイトですね。この辺、これも前来た時はなかったんで、ソロの需要が多いんですかね。こっから降りていけますね。この辺からね。で、川のソロサイトに行ってみます。駐車場から行けますんで、こっから下っていくそうです。この階段も手作りみたいですね。これ、すごい。なるほど、いいっすね。すごいな。で、広さ的にはここ多分2、3メートルぐらいしかないんで、もうほんとソロしか対応できないような広さなんですけど、この雰囲気が見れるんで、いい感じの景色が、この川の流れも川の音とかもすごい入ってくんで、プライベート感はめちゃめちゃ高いかなと思います。いいですね。戻ってきました。今見るのが駐車場と駐車場の間。今からね、こっちの広場の方を見ていきたいと思います。で、向かって右側がオートサイトになってて、で、左側の広場のスペースがテントサイトになってます。広さはね、テントサイト88で、オートが80ぐらいっていう感じなんでね、ちょっと見ていきたいと思います。ここオート8っすね。オート8。広いっすね。8メートル、10メートル。気持ちなんかもうちょっと広そうな感じっすね。で、順番に8、7、6、5みたいな感じ。テントサイトは7、8サイトぐらいかな。で、ここがオート5ですね。で、あっちが、4、3、2、1みたいな感じかな。で、炊事場とトイレこっちにあるんで、ちょっと見ていきましょうか。炊事場も、あ、お湯が出るんでいいですね。冬場はね、この辺寒いから、
お湯が出ないとね、ちょっときついですけど、トイレがめちゃめちゃ綺麗なんですよ。でね、これ斧がね、取っ手になってるんですよ。これかっこいいっすよね。こっちはこういう感じでね、これもいいっすよね。椅子、これ見てください、これペグっすよ。で、24時間使えるみたいです。なんかちょっと24時間使えるシャワー、綺麗。じゃあ最後そっち行きますか。ソロサイト、この下が川のテントソロサイトがあるんでね。で、これより先は車横付けできないんで、キャンプ場さんが車で荷物の積み下ろししてくれるみたいなんで、そんなに大変じゃないのかなと思います。あ、こっちにもトイレができてるっぽいな。できて多分2年ぐらいだと思うんですよね。1、2年だと思うんで、どんどんバージョンアップしてますね。あ、綺麗。こんな感じで、でも綺麗ですね。綺麗だな。ここも結構僕のお気に入りポイントなんで、いいっすよね。で、こっちが川のソロサイトです。この雰囲気も僕は結構好きで、あ、もうこの辺は全部サイトとして利用していいですよっていう感じだと思います。結構川も透明度がね高いから、こんな感じですごい高いんで、これ見ながらキャンプするのはなかなか気持ちいいんじゃないかなと思います。いいっすね。感想なんですけど、できたばっかのキャンプ場、まあ2年ぐらい経ってんのかな、どんどんレベルが上がって、まだねレベルが上がってるような感じが印象を受けました。最初の方に見たグランピングの施設もそうだし、自然もありながら施設がねちょっとおしゃれなんですよね。デザイン性が高いというか、取っ手が斧だったりペグだったりみたいな、そういうのってなんかここのキャンプ場の個性なんじゃないかなと思うんで、だからこうリピーターさんもねついて素敵なキャンプ場になってんじゃないかなと思います。気になった方はぜひね行ってみてください。ということで以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。